皆さん、こんにちは。心理カウンセラーの則り健太郎と申します。えー、今日もご覧いただきましてありがとうございます。えー、今日はですね、ちょっとですね、縮めネタというか、えー、人はなぜ不倫をしてしまうのか。まあみんながするわけじゃないんですけれども、まあ最近ですね、まあテレビでもよく話題になっております。ちょっと不倫についてですね、切り込んでみたいなというふうに思います。で、なぜちょっと今日このテーマにしようと思ったかっていうとですね、 まあ、例えば、不倫って、えっ、ー、と、本当はしちゃいけないってみんなわかってるじゃないですか。社会的にも良くないことだし、えー、相手を傷つけてしまうし、本当はしたほう、した、しない方がいいよねっていうのは、まあ、みんなわかってると思うんですよね。で、特に、あの、渡部さんとかですね、最近ちょっと騒がれておりますけれども、特に芸能界とかですね、昔に比べて今すごくやっぱり、えー、厳しいというかですね、え、世間の目が厳しくなっていますので、 まあ、あんなことがバレてしまったら、もうこの業界で生きていけれないぞっていうことぐらい、まあ、バカでもわかるわけですよね。まあ、多分、ああいうふうにもう活躍第一線でされている方なので、えー、わかってるはずなんですよ。でも、わかってても、やめれなかったっていうところに、ポイントがあるということを、じゃないかなというふうに僕は思っています。えー、で、実はこれ不倫に限らずですね、やっちゃいけないと思ってるのに、やめれない。 要は、本当はやらない方がいいってわかってるのに、またやってしまう。これがですね。 すごく難しいところなんですね。で、そもそも不倫ってですね、最初に言っておきますが、犯罪行為ではないんですよね。えー、えー、とですね、不法行為といって、犯罪ではない、刑法には違反しないんだけれども、損害賠償の対象になる。まあ、簡単に言うとですね、当事者間の問題なんですよ、本来は。だから、えー、関係ない男子三者がですね、ああだこうだ、文句を言う筋合いは本来はないわけですね。まあ、家族とかですね、関係した人たちが、えー、の問題であり、その中の問題、 で解決することではあると思っています。なので、まあ、アーダーコー言う人たちもどうなのかなというふうに本来僕はそう思っているんですけれども、すごくいい機会ですので、その、不倫だけに限らずですね、なぜ僕たちは頭ではやっちゃいけない方がいいと思っているのに、えー、それをやめれなくて続けてしまうのか。ね、本当はやらない方がいいって思っているのに、えー、ついつい、 えー、やり続けてしまうとかですね。そういうことっていろんなところで結構あると思うんですね。例えば依存症と言われるものはまさにそうだと思うんですね。ギャンブルでこんなに大金を使っちゃいけないって思ってるのに、えー、ギャンブル依存症になってギャンブルに手を出してしまって借金してまでもやってしまうとかですね。で、依存症っていろんなものがありますよね。まあ、例えば浮気とかセックス依存症もあるかもしれないですし、買い物依存症だとか、まあ、食べ、食べることだとか、えー、まあ、いろんなもことが、えー、あります。 で、要は僕たちは何かに依存をしやすい性質を持っているということなんですよね。で、そもそもなぜこういう理性では抑えが効かなくて、そういう依存性のあるものに何かを満たそうとしてしまうのかということをちょっと今日お話ししたいなと思います。実は今日のお話はですね、すごく大切な お話だと思いますので、ぜひ最後まで聞いていただければなというふうに思います。で、一番わかりやすいのがですね、昔からですね、やっぱり依存といえばですね、薬物依存について昔からいろんな研究がなされてきました。で、もう19世紀、もうかなり昔はですね、薬物に依存するのっていうのは、依存する人の意思の弱さだって昔は言われてたわけですね。意思が弱いから薬物に手を出す。 例えば、えー、同じように浮気で考えてみるとは、わかりやすいですが、意思が弱いから浮気してしまうとかですね、えー、意思が弱いからギャンブルをしてしまうとかですね、そういうふうに考えられてたわけですよね。だけど、えー、それはちょっと違うぞと、だんだんいろんな研究が進む中で、えー、薬物に依存してしまうのは、え、意思が弱いからではなくて、その薬物自体が持っている科学的な、 えっと、その成分とかが、えー、脳に影響を与えて、その人が意志がどんなに強くても、えー、依存してしまうんじゃないかというふうに、えー、だんだん考えられるようになってきました。で、例えばですね、その頃、えー、よくやられていた実験でですね、例えば猿とか、あとはネズミとかですね、ラットとかに、えー、そのモルヒネとか薬物をですね、えー、注射する針をつけてですね、あるレバーを押すと、えー、その、えー、薬物が注射される。 注射針から、えー、薬物が注射されるっていう実験をしたところですね、えー、だん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 ですね、えー、その規則的にですね、その、えっ、ー、と、ゲージを押すようになってしまったという実験結果があるんですね。えー、レバーを押すと薬物が依存、依存、あの、注射されるので、えー、レバーを押し続けるようになってしまうというふうに。 結果が出たということで、ということはですね、その意思の弱さじゃなくて、その薬物、そのゲージの中でですね、ラットとかを入れてしまうと、えー、だんだんその薬物による効果というかですね、依存性で、えー、だんだん依存していってしまうという結果データが出たという歴史があります。で、今度20世紀に入ると、そういう、えー、と、なんだろう、意志の強さとか弱さではなくて、その薬物が持っている 依存性で依存してしまうんじゃないかっていうふうに考え方が変わってきました。でもね、その結果を見て、また、ちょっと待てよと、えー、言った、えー、心理学者がいたんですね。えー、その新しい考え方というのがですね、すごく面白くて、この実験がすごくユニークなんですけれども、ちょっと待てよと、えー、その実験をしたときは、そのゲージの中に、例えばラットとかを1匹入れて、そこに えっと、例えば、注射針を打ったりとか、もしくは、えー、つ普通の水と、えー、その、モルヒネを混ぜた水と、2個置いて、えー、どちらを飲むようになるかって、実験すると、その薬物を混ぜた水の方ばかりをだんだん飲むようになっていって、そ依存してしまうっていう結果を見てですね、えー、それはおかしいと。おかしいんじゃないか。なぜならば、そこの、 えー、そのゲージの中というのは、すごく狭い空間で、えー、水と、えー、薬物だけの水を置いて、そして、えー、ネズミを一匹だけ入れて実験をすると。こんなストレスだらけの環境の中で、えー、自分がストレスを感じている狭い空間の中で実験をしたら、誰だって薬物依存になるんじゃないかだろうか。そうじゃなくて、えー、その、 ラットパークという言葉を使われたんですが、そのネズミのですね、楽園を作ってみたらどうなるのか。ということで、ネズミの楽園を作って同じ実験をしてみたんですね。通常のゲージの200倍ぐらいの広さの、えー、広さのネズミの楽園の場所を作ってですね、で、そこには遊具も遊ぶものをたくさんいっぱい置いて、そして、えー、1匹じゃなくて、つがい、えー、オスとメスをですね、もう十何匹たくさん、えー、その大きさに、で、適度な、 数の、えー、ネズミをですね、そこに住まわせてですね、えー、そして、えー、食べ物も美味しい食べ物を用意して、えー、ネズミが喜ぶ食べ物を用意してですね、もうネズミにとってはすごくいい環境を作ったわけですね。でその環境の中で、えー、普通の水と、普通の水と、で、えー、モルヒネとか薬物を、えー、混,ぜた混ぜた水と、 置いたわけで、すねでそれ、一匹のちっちゃいゲージで実験をした時はどうなったかっていうと、当然、薬物の水ばっかりを飲んで依存したですけれども、実は、ラットパークというですね、ネズミにとっての楽園を作った場所で同じ実験をすると、実はほとんどのネズミが、このモルヒネの水を飲まなかったんですよね。普通の水を飲み続けたっていう実験結果があるんですよね。で、それを、その実験結果から何がわかるかっていうと、 要はストレスがなかったりとか自分たちが満たされた環境でいると薬物依存にになりにくいいっっていうことが分かったんですよねむしろ最初の実験で言うと自分がストレスを抱えていたりとかもしくは孤独感を抱えていたりとか 何か我慢していたりとか、何か寂しさを抱えていたりとか、すると何かで満たそうとするという、満たすものが、薬物で満たそうとしてしまい、依存性を持たしてしまうんじゃないかということが考えられたんですね。もちろん薬物が持っている科学的な依存性っていうのをもちろん関与していると思うんですが、えー、楽園の満たされた環境でいると、そもそも手を出さない。そもそも手を出さないっていうことが分かったんですよね。 で、そこの実験に着目した心理学者っていうのは、えー、そもそも、えー、モルヒネとかですねで、医療で使われるわけですよね。なんか、海外ではですね、アヘンとかも昔医療で使われたりしてたんですよね。幅広くですよね。そのまだ、害があんまり分かってない時は結構使われてたりしたみたいで。だけど、その医療でですね、アヘン使ったりとか、えー、痛みの目でモルヒネを使った、使っても、えー、それで依存になる人っていうのはほとんどいない。 それはおかしい。なんでだろうということに気づいたわけですよね。例えば、えー、入院してて痛み止めを、モルギニを打ったとしてもですね、えー、僕らはほとんど依存しないわけですよね。えー、だけど、えー、孤独感を感じてたりとか、寂しさを感じてたりとか、我慢してたりとか、何かを抑圧していると、そういうものに手を出したくなり、そしてそういう、えー、自分が満たされないものを他のもので満たそうとしたときに、 えー、それが依存性になりやすくなるということが分かってきたわけですよね。まあもちろんいろんな実験がまだ今でもなされていると思うので、それが全てとは言わないんですが、その話を聞いたときに、なるほどなと僕はすごく思いました。要は自分たちが満たされていない、もしくは寂しさを抱えている、我慢している、えー、そういう時に自分のその満たされない感情を何かで満たすことでバランスを取ろうとしてしまう。 まあそれがよく人間の心の弱さとかと言われたりもすると思うんですけれども、なのでその満たされていないものを何かで満たそうとする。で、それがギャンブルなのか、薬物なのか、もしくは浮気なのかね、もしくは、なんか他のもので食べることで満たそう、とするのか。まあ手っ取り早い身近なもので満たすっていうのが、例えば食事ですよね。食事っていうのも一つのですね、簡単に自分の満たされないものを満たすための手段ではあると思うんですよね。 えー、合法的な手段ですよね。なので、特に白砂糖が入っているケーキとか甘いものとかって、えー、自分気分が落ち込んでても、えー、甘いものを食べると一瞬でその,その瞬間だけね、えー、なんか満たされたような感じになる人っていますよね、えー。そういうことってよくあると思うんです。で、これも多分、えー、満たされないものを他のものから満たそうとしているっていうことがあるんじゃないかなと思います。で、最初の話に戻るとですね、やっぱり浮気をしてしまう心理というのは、もともと人間というのは、 えまず、動物的なメカニズムで言うと、まあその道徳とか、理性とかちょっと置いといてですね、動物的なメカニズムで言うと当、然当然人間としては本能としてですね、子孫を残したいと。子孫を残すためにですね、やっぱりその性的欲求というものはもう埋め込まれているわけですよね。なので、倫理とかその道徳とか理性とか抜きにすればですね、そもそも浮気したい生き物という前提があるわけですよね。だけど、社会の中で、今、 特に今はですね、昔はもう浮気なんて普通にしてたと思うし、えー、戦前とかですね、まあ余の文化があったぐらいですから、ね、日本にはですね、ばいというなんかね、すごい文化があって、もう誰の子供かわかんないみたいな、 時、時代もあったわけですよね。だから自分の、今みたいに親子で育てるというよりも村で育てるみたいな、自分の地域で育てるみたいな子供をですね、えー、お父さんが誰かわかんないみたいな、そういうことって多分当たり前にあったと思うんですけれども、やっぱりだんだん管理されなきゃいけない社会になってきて、 えー、例えば遺産の相続の問題だとか、えー、この子供のは誰が親権を持っていて誰が面倒を見るのかとか、まあ、そういうことがいろいろやっぱりですね、社会が成熟するに従って、どん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 管理しなければいけない、きちんと決めなければいけないということで、今の結婚制度とかいろんな法律が、いろんなことができてきてですね、多分今の社会になっていると思うんですけれども、でその中で、まあ、本来、 そういう欲としては持ってるんだけれども、でも理性としてやっちゃいけないよねっていうふうに社会がなってきました。その中で、それでもえしてしまう。もしくはえいけないと分かっててもしてし,しちゃうとかですね、やり続けてしまう人っていうのは、もちろん一概には言えないと思います。まあいろんな原因はあるかもしれないんですが、その中の一つとして考えると、先ほどの ラットの実験からわかるように、やっぱりですね、自分が、えー、満たされていない何かがあったりとか、何かをすごく我慢していたりとか、結構このね、我慢が多,い多かったりするんじゃないかなと思うんですが、それを何か外で満たそうとする。だから、例えば家庭が、家庭で自分がですね、満たされてない人は、外で満たそうとするっていうのはよく、 あることだと思いますし、一番わかりやすいですよね。えー、家庭でいつも、えー、例えば旦那さんが女性、女性もありますよね。女性でも旦那さんが女性として見てくれないと。えー、だから女性として外で、えー、見られるとですね、えー、そちらで満たそうとしてしまう。それが嬉しく喜びに感じてしまって、そちらで行ってしまう。その満たすっていうのは別に肉体的な満たすということだけじゃなくて、どちらかというと精神的な満たされるっていうことの方が大きいんじゃないかなというふうに思っています。 で、えっ、ー、と、なので、一番大切なことは、その、問題だけを切り取って、えー、いいか悪いかということじゃなくて、自分に置き換えてみるとですね、自分が普段から、じゃあ、本当に満たされる、お互いが満たされる、満たして、満たされる関係で、どれだけ入れて、入れるのかな、家庭を振り返った時にですね、たりとか、自分の人生を振り返った時に、自分がすごく抑圧してないかな、我慢してないかな、と。だから、世間的に、なんだろう。 立派な職業と言われてるもの、職業についてる人も結構、えっ、ー、と、 自分の本当を隠してしっかりしなきゃいけないっていう人たちも意外とそういう人が多いとかってね一般的に言われたりしますよねなので、えー、その我慢してたりとか自分の中でそのバランスがうまく取れてるかどうか要はラットパークという楽園に住んでいる人たちはそもそもそういうことをそこに依存する他のものに依存する、えー、必要があんまりなかったりするわけなのでだから絶えず自分の状態が本当にその えー、きちんと満たされているのかな何か抑圧していないかな、えー、ちゃんと我慢していないかなっていうものをチェックしてあげることはすごく大切だと思っていてもしそれが我慢してたりとか抑圧してたりとか何か満たされないものがあるんであれば早め早めにそのケアしてあげたりとか、えー、家族関係を修復してあげるとか、えー、何か人間関係をね見直してみるとか、えー、生き方を見直してみるっていうことが本当に大事なんじゃないかなと思います。でそこをを見ないようにして蓋をしてて蓋 行ったりとか、えー、その家族関係できちんと話し合いをしないとかですねでそういうことが続いていくとその満たされないものを、えー、その他のことで満たそうとしてしまうっていうのがまあ、普通のですねよく考えてみると人間的な心理学心理的なメカニズムなんじゃないかなと思います なので、えー、まあ、食べ物もそうかもしれないですし、何か他のことで自分を満たそうとしているっていう時は、えー、きちんと自分と向き合ってですね、振り返って人生をちゃんと見直してみる、えー、サインなんじゃないかなというふうに思います。まあ、早め早めにしてあげた方がいいですよね。早め早めに仕上げることが一番いいんじゃないかなというふうに思っています。ということで今日はですね、まあ、浮気というものをちょっと表のテーマとしましたけれども、一番伝えたかったことは、やっぱりですね、自分、私たちが依存したりとか、 何か他のもので満たそうとしてしまうときには、えー、もちろんその出来事だけじゃなくて、その前提として、やっぱり孤独感だと。 孤独感だったりとか、寂しさだったりとか、我慢だったりとか、抑圧した、しているものがあって、それを何かで満たそうとしてしまうっていうことが、メカニズムとしてあるんじゃないかなと。なので、それに早めに気づいてあげて、自分のことを、ちゃんと向き合ってあげるっていうことが、本当に大切なんじゃないかなというふうに思っています。ということで、少しでも何か参考にしていただければなというふうに思います。それでは、また会いましょう。バイバイ。 皆さん、えー、最後までご視聴いただきましてありがとうございます、えー。今後も少しでも役に立てる動画を配信していこうと思っていますので、よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。そして、えー、人生を大きく変える小さな気づきというテーマで、えー、毎日ブログを更新しているんですが、えー、無料でメールマガジンでも配信をしています。よかったらメールマガジンの方もご登録お願いします。詳しくは概要欄をご覧ください。